どうも、この度はですね、あの、貴重な講演の機会をいただきましてありがとうございます。大阪国際癌センターの田淵隆弘です。それではですね、早速、あの、話を進めさせていただきたいと思います。あの、いつもですね、あの、講演していると時間が足りなくなってですね、全部話せないんですけど、今日もきっとそうかなと思いつつですね、いけるとこまで行きたいというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。まずはじめにですね、 あの健康を守るには何が必要かという話から持ってきました。あの医師をしてますので、まあ、医療関係者としてですね、まあ、健康を守るっていうのを言いがちな立場なんですけれども、まあ、まず健康を守るには何が必要っていった時にですね健康よりも大切なものもあるだろうとそういうこともまず話すようにしてます。 で、僕自体はですね、健康よりも幸せかどうかの方が大切だろうというふうに思ってます。なんですけど、じゃあ健康を守るには何が必要って話、なぜするかっていうと、その、世の中の人を幸せにするにはどうすればいいかっていう研究がすでに多くされていてですね、そういう研究の成果として、世の中の人を幸せにするには、まず第一に健康を守る必要がありますねっていうことが分かってるんですよね。 なので我々は健康を守ることによって世の中の人を幸せにできると。その健康を守るための重要な方法がタバコ対策なんですよというのが今日の話になります。まだタバコの話に行かないんですけれども、このグラフはですね、縦軸に結核という病気による死亡者数が出ていまして、結核っていうのはですね、 結核菌っていう細菌による感染症でですね、肺炎が起きたりとか、そういったことで亡くなってしまうと。とそういう病気、かつては日本でも世界中でですね、結核によって亡くなる人が最も多いというような時代もあったという、まあ、かつては大変な病気で、日本でも国民病だったという病気が結核です。で、このグラフを見るとですね、 1940年代から1960年代にかけて薬ができることによって死亡者数減少してますからまあ医学の力っていうのはすごいというふうに思うかもしれませんがここに医学の進歩にハテナつけたのはどういうことかって言いますとですねこのグラフ実は100年遡るとこうなります先ほどのグラフはこの青で囲ったとこだけだったんですけどもさらに遡るとですね 結核による死亡者数っていうのは薬ができるよりも、まあ、結核菌っていうものが発見されるよりもはるか前からですねどんどん減ってきてたんだということがわかると思いますこのグラフはですねイギリスのグラフなんですけれども日本でも同じようなグラフが観察されていて我々の健康を守るためには医学の進歩というものも重要なんですけれども それだけじゃなくてですね、我々の周りを取り囲む環境とか栄養を改善するといったことが我々の健康を守ることにつながってきたんですよということがわかるというふうに思います。そういったことでですね、我々の健康っていうのは医学だけではもちろんなくてですね、社会で決まるんですよというような考え方をソーシャルディターミナンツオブヘルスと 健康の社会的決定要因というふうに呼んだりしますけれども我々は誰も皆ですね親を選べずに生まれてきて生まれながらにしてですね格差の渦に巻き込まれていくわけなんですよねどういった親の下でどんなものを食べてどんな教育を受けてどんな医療にかかってといったことが我々の健康を決めていくと右の矢印でですね まあ社会格差っていうものが健康格差につながるんですよっていう方向の一方向しか書いてませんが実際には両方向あってですね健康を害すると社会経済的に不利な状況になるという反対方向もあります我々はそういったことをですね十分把握して健康格差社会格差っていうものが不当に人々に降りかかっていかないようにしないといけない そういうふういふに議論を進めていかないといけないといいいいととけううふうに考えています我々の周りを取り囲む社会とか環境の代表的な一つがですね法律なんですよね。で先ほど岡山の児童喫煙防止対策の担当者の方からも説明ありましたけれども改正健康増進法っていうのが2020年に全面施行されました。で 法律を守るっていうのがですね、まあある意味大義名分になりがちなんですけども、法律も残念ながらですね、完全ではないんですね。現状、まあ原則屋内禁煙っていうルールをもたらした改正健康増進法っていうのはできてよかったなと思うんですけれども、完全とは言えない。完璧とは言えない。まだまだ修正の余地があるというふうに言えると思います。その代表的なものの一つがですね、その、 既存の経営規模の小さな飲食店はまだ経過措置になっていて原則屋内禁煙っていうふうにならなくても大丈夫ですよっていうふうに例外扱いされてしまってるんですねなんですけどここではですね議論が必要です規模の小さな飲食店で禁煙にしなくていいっていうことは何が起きるかっていうとですね一般に考えてですよ狭いところであればあるほど 受動喫煙の害が大きくなるわけです。誰かがタバコ一本吸った時にですね、煙が充満しやすいのは狭いところなんですよね。なのに今狭いところほど禁煙にしなくていいですよっていうのは、そういうところに勤めている従業員の人は、よりひどい受動喫煙にさらされるというふうに考えられるのにもかかわらず、受動喫煙から守られないということになるわけです。なので、そういったルールは、 公平なのかと、それで公正なのかということをしっかり議論していかないといけないわけです。現在は全ての屋内が全面禁煙になっているオーストラリアとかニュージーランドっていうような国でもですね、一時期は例外的にバーはまだ屋内禁煙じゃなくていいよっていうようなルールの時がありました。で、そこでじゃあオーストラリアでどんな議論がされたのかと。 言いますと、バーの従業員は受動喫煙の害から守られなくてもいいのかと、そういうルールでいいのかという議論があって、現在では全ての施設、全ての屋内空間が禁煙になっているということなんですね。現状の日本は狭い飲食店ほど害が大きいにもかかわらず、そういうところは従業員が守られないというルールですから、それでいいのかっていう議論をですね、しっかり 皆さんしていただいて、世の中の世論としてですね、それじゃあ良くない、だからしっかり修正して改正していこうという機運を高めていただければなというふうに思う次第です。ここでですね、本を一冊紹介させていただいて恐縮ですけれども、2020年4月1日は児童喫煙からの解放記念日というタイトルの本をですね、漫画家の方も参画していただいて、 改正傾向増進法についてですね、あの、4コマ漫画とかで面白おかしく理解してもらえるような本を出させてもらってますので、ぜひご覧ください。右下にですね、あの、少しだけ内容を紹介させてもらいますと、その、喫煙可能点ではこんな風に標識したらいいんじゃないかという風にですね、タバコ会社が作った標識を挙げています。 本当はですね、こんな標識じゃダメなはずなんですけども、タバコ会社は、よっぽどですね、20歳未満は立ち入り禁止っていうことを知られたくないんですね。その、注目って書いたところにあるマークはですね、ものすごい小さいマークで、あの20歳未満は立ち入り禁止ですよっていうふうに付いてるんですけども、タバコ会社は喫煙可能点にはこんな感じで掲示したらいいんじゃないかっていうふうに言っててですね、本当はそれじゃダメなんですよね。 もうしっかりと20歳未満立ち入り禁止ですっていうふうに分かるようにしましょうっていうふうなルールになってるわけですからこんなふうに小さく上げただけじゃダメなんですけどよっぽどそれれを知られたくないっていう意図が見えますここからですね少し新型コロナ関連の話に行ってから新型タバコの話に行きたいと思いますけども新型コロナが発症するもうはるか前からですね 喫煙とかニコチンといったものにはですね、免疫機能を低下させる効果があるというのも分かってたんですよね。なので、当然新型コロナウイルス感染症でも喫煙ニコチンによる害は大きくなるというふうに思ってました。で、それがデータでも実際実証されましたよということなんですね。新型コロナウイルス感染症の重症化するリスクっていうのはですね、 タバコ吸わない人と比べてタバコを吸う人は約2倍ぐらいリスクが大きくなってますよということが分かります。で僕はですねこの結果が多くの研究成果から発表される前からそうだろうと予測してました。それなぜかっていうとですね今までも同じコロナウイルス感染症である m ー r s っていう病気とかインフルエンザウイルスの感染症で タバコを吸ってると感染するリスクも死亡したり重症化したりするリスクも優位に高くなるんですよっていうこと分かってたんですよね。もう今までのウイルスで分かってたわけですから今回も当然同じようにそうだろうと思ったらやっぱりそうだったということです。で、実際のデータ見てみますと新型コロナ にかかって重症化するリスクっていうのは喫煙経験があるとですね約2倍高くなるということがですねアメリカとか中国とか韓国のデータに基づいてもう2020年のかなり早い段階からデータがいっぱい出てきていましたでもですねここに日本のデータが入ってないというのは日本のデータが 研究に使いにくい状況だということを示唆してますし日本のデータ化が不十分だということを示唆してますので残念なことだなとも思います。新型コロナウイルス感染症の流行化においてですね喫煙というのは重症化感染のリスクなわけですから当然やめていってくれたらいいというふうに思うわけなんですけども。 残念ながらそうでもなかったということを示唆するデータが得られています。これ国立保健医療科学院のです、ね、山本先生がファーストオーサーとして頑張ってくれた論文の成果なんですけれども、カネシちきたばことかみまきたばこの両方を使っているような人では、むしろ喫煙が増えている傾向にありましたよと。で、新型コロナウイルス感染症が怖いと。 新型コロナウイルス感染症にかかって死亡するのが怖いというふうに思っているような人が、じゃあ禁煙したかっていうと、全くそうでもなくてですね、むしろ禁煙しにくくなっていたと。タバコを吸うことによってですね、ストレスが減るっていうのは全くなくてですね、世の中の多くの人は、ある意味騙されて、そういうふうに信じ込まされているんですけれども、むしろタバコを吸うとストレス増えるんですよね。なんで 心配な時にむしろストレス解消のためにタバコを吸おうっていう考え方は、まあ、ある意味科学的には間違いだっていうふうにもはるか前から分かってるんですけど世の中の人にですねうまく伝えられてないというのが実態でうまくですね世の中の人に伝えていくっていう必要があるというふうに改めてこの新型コロナウイルス感染症問題の発生を契機にしても思った次第ですコロナ禍のさなかにですね どんなことをタバコ会社してたのかというふうに言いますと、コロナ禍が起きてですね、多くの企業が流行を抑えるためにですね、会社の活動を自粛したりしてた中でですね、タバコ会社っていうのは、タバコを売るってこと自体がリスクを増やす行為なのにもかかわらずですよ、タバコ会社は自粛するどころか、これまでになく広告販売促進活動を展開していました。 それもデータにはっきりと現れてますので、そういったことも論文として報告させてもらってますけれども、世の中ではですね、そういったことをもっと問題にしてもいいんじゃないかなというふうに思います。そんなふうにですね、しっかりも日本でタバコ問題がフォーカスされない理由の一つにはですね、残本当に残念ながら、専門家たちもですね、タバコ問題に対して、 そんなに積極的ではないというのがあるんですね。これが、それがよく表れているのが、この新型コロナウイルス感染症診療の手引きにおいて喫煙がどう扱われてきたかという話なんですけども、第2版の段階ではですね、喫煙っていうのが、まだ知見は揃っていないっていうふうな扱いをされていて、 決してそんなことないと僕は思うので、こちらの重症化の明らかなリスク因子だっていう方に入れるべきだというふうに早くから主張してたんですけれども、そういったことがされなくて、日本ではこの診療の手引きのですね、第4.1版12月の25日の段階になってようやく喫煙っていうのがこの重症化のリスク因子ですよっていう方に入った。 でじゃあそれなんでそこまで時間かかったのかっていうのが分かんないんですけどももうここに6番っていう文献ついてますこの6番の文献を根拠にして喫煙がこっちに入りましたよってことを示してるわけでこの論文実際見てみるとですねいつ出版されたかってみると4月の23日には出版されてるんですよねこの情報を僕すぐに知ってましたからもうこの第2版が出るような 4月、5月、6月といった段階では喫煙っていうのは当然こっちに入るべきだっていうふうに思っていたわけです。それがもう何ヶ月もの間入らずに12月になってようやく入ったと。もうこのことを一つをとってみてもですね、喫煙問題を軽視する風潮が社会にあるよということで残念なことだなというふうに思います。ただしですね、もうこの12月25日に この重症化のリスクですよってことが出てから2年以上経ってますので、その間にですね、しっかり喫煙っていうのをやめて、禁煙してコロナの流行を防ぐ。 重症化を防ぐための活動にしてもらえたらなというふうに思ってますが、その活動がですね、十分かというと、そ、決してそんなことはなかったということで、まあ、我々の力不足っていうのを痛感するとともにですね、皆さんにはぜひですね、タバコ問題に一層取り組んでいただいて、コロナと戦うということで頑張ってもらえたらなというふうに思っています。 しかもですね、まあ、あのコロナの重症化リスクを減らすっていう観点は、社会的に今非常に重要な観点なんですけども、どういうふうに考えたらいいかと言いますと、まあ、例えばですけど、高齢者、65歳を超えるっていうようなことと、タバコを吸っているっていうようなことは、どちらもですね、約2倍ぐらい死亡リスクを増やすリスクファクターなんです。ただし、高齢者を若返らせることはできないわけで、 でも喫煙者は禁煙できるわけですから、できることに注目するということが大切だと思います。もちろん高齢者の場合には、まあ、より慎重にケアをするということができるわけですから、そういったことをするとともにですね、喫煙者の方には禁煙を進めるということで、しっかりコロナ対策できますので、そういったことを推進できたらいいなというふうに思います。タバコ対策で何をすればよいのかと。 いうことはですね、あの、分かっているんですよね。まずその話に行く前に、その日本人の死亡における予防可能な危険因子が何かという話から入ります。喫煙と高血圧。この二つの理由で亡くなっている人っていうのが、まあダントツに多い日本人の死亡原因の一位と二位なんですよね。 でここに挙げたリストの「予防可能な」という部分が重要でそれはすなわち変えるるこことととがでできるということなんですよね先ほどからの繰り返しになりますが喫煙の場合は禁煙できるし高血圧の場合はほとんどの高血圧は生活習慣を整えたり薬を飲んだりしてですねコントロールできるというふうに分かってるんですよね。 なので我々はいろいろな問題に取り組んでいくんですけども変えることができるものに注目するというのはとても大切な視点だというふうに思います残念ながらですね今までもこれからも社会が完全に正しい状況とかそういったことになるっていうことはないんですけれどもその少しでもデータに基づいて こういったことが正しいんじゃないかというふうに考えるんであればですね、こういった変えることができる要因の優先順位に基づいて対策の予算を振り分けるとかですね、そういったこともやってもいいんじゃないかなというふうに思います。残念ながらタバコ対策といったことにかけられる予算っていうのはですね非常に少ないというのが現状です。 策でもですね、循環器疾患対策でもその中でたばこ対策をしっかりやるというふうに考えていただくのがたばこ対策にしっかり予算を回すような運用をするという時の考え方かなというふうに思いますのでぜひその辺のですね、運用の仕方をですね、作戦立てて皆さんと進めていけたらなというふうに思っている次第です。でたばこ対策が やるべきものなんだということは分かっていただけるかと思うんですが、しかも何をすればいいかも分かってるんですよということなんですね。それなぜ何をすればいいか分かってるかっていうとですね、日本っていうのは残念ながらタバコ対策がそんなに十分には進められてない国なんですけども、世界の多くの国で日本よりもタバコ対策がしっかり進んでいる国がたくさんあってですね、そういった国でこういったことをすると喫煙率を下げたりすることができるんですよと。 ということを分かってるんですよねなので第1にタバコ税増税などのタバコの値上げがあるとで次に職場家庭などすべての空間を禁煙化するとでテレビ CM などの脱タバコメディアキャンペーンということで脱タバコメディアキャンペーンっていうのは日本でほとんど実施されてないんですけれどもしっかり実施している国では成果が上がっています。 1>, で1番に上、ね、げたタバコの値上げっていう話をするとです、ね、自分たちには無理だっていう風な反応をする方がたくさんいるんですけども、決してそんなことなくてです、ね、タバコの値上げはどうやったら起きるかというふうに言いますと、タバコの消費量が下がってきて、税収が下がってくると、増税しようってなるんですよね。じゃあ、そのためにどうすればいいかっていうと、ここに上げた2番目から6番目のです、ね、各対策をしっかり各地でやる。 日本各地の身近な家庭とか職場っていうところからですね、どんどん禁煙を進めていくということになると、タバコの消費本数が減って、税収が下がって、値上げしようっていうふうになっていきますので、各地の皆さんがですね、あの職場、家庭などのすべての空間を禁煙化して、禁煙、タバコが吸える場所、時間をどんどん減らしてもらうということが、増税にもつながるんですよと。 いうことです今話してきたようなことがですね実際データに基づいて正しいかもしれないことですなんですけど残念ながらですねまあ正しいことを知ってもらっただけではですね世の中変わっていかないというのも現実です。なんとかしてですね世の中の人にタバコ問題の まあ重要性を知ってもらいたいなというふうに思うんですけれども、うまくです、ね、感情にも訴えていかないといけないと。なので、そういう意味では、なんとなく面白いような話もあったらいいなということで、この話、一つ持ってきましたけれども、1900年頃の話でして、アメリカの解剖学の教授がです、ね、医学生に向かって、ある病気を提示して、あなた方が一生を見ることがないと思いますよというふうに伝えた病気が何だったかと。 言いますととなんと肺がんでしたこれ教科書にも出てくる話なんですけど1900年頃っていうのはですね紙巻きタバコの大量生産技術っていうものがまだなくてほとんどの人はタバコまだ吸ってなかったんですよね一部の人はタバコ吸ってたと。 その時はもう肺がんっていう病気はもう医師が一生見ないっていうふうに考えられるような病気だったとそれがですね1900年代前半にかい巻きタバコの大量生産技術ができてもう非常に多くの人がタバコを吸うようになったとその結果この教授の予,予測は外れてしまって多くの医師が肺がんの患者を見ることになってしまったと それがいまだに続いているわけです。世の中にタバコっていうものがなければ肺がんっていう病気はほぼない病気なんですよということを知っておいてもらいたいなと思います。次にです、ね、ここでは先ほど 脱タバコメディアキャンペーンっていうのは日本ではほとんど行われてないんですよっていう話しましたけどもタイではですねいい動画が作られていて「スモーキングキッズ」というタイトルでおよそ2分ですご覧ください。 いかか。がだったでしょうかこの動画をですねとても素直に見るとまあたばこ吸っている大人がタバコ問題を自分自身の問題だと思ってませんというふうに読めるかもしれませんが私がここで伝えたいのはですねタバコを吸っている人だけじゃなくてですね医師や医療従事者も含めた全ての人タバコを吸わない人も 含めた全ての人がです、ね、タバコ問題についてもう少し自分の問題だというふうに思ってほしいですねという話です先進国でですねタバコを吸う患者さんにアンケート調査がされたんですねあなたは禁煙した方がいいというふうに医師や医療従事者からアドバイスを受けましたかとするとですね日本っていうのは 本当に残念なことに先進国の中でタバコを吸っている患者が最もアドバイス禁煙のアドバイスを受けてない国だということを分かったんですね医師や医療従事者の言葉っていうのは重いです禁煙した方がいいですよって一言言うだけで禁煙のきっかけにできますそれ分かってますで、まあ、a 4一枚の紙でですね禁煙に関する情報を提供するっていうのも効果あると いうふうに分かってますし、その禁煙のポスターをですね貼るだけでも効果あります。なのでできることからですね始めてもらって、世の中で多くの人が禁煙できる環境をですね整えていってもらえたらなというふうに思っています。 で、ここからようやくですね、新型タバコの話ということになるんですけども、まあ行けるとこまで行きたいというふうに思いますので、どんどん行きますが、大変恐縮なんですが、まあ新型タバコ問題って言ったときにですね、まあ新型タバコには何が含まれるかっていう定義からしてややこしくてですね、まあ電子タバコと金式タバコっていうのがあって、日本の場合はやっぱり金式タバコ問題について話すことになるかなというふうに思います。これだけでもすごい複雑な問題でですね、 大変恐縮ですが、金式タバコに関するですね、世界初の書としてですね、新型タバコの本当のリスクっていうタイトルの本出させてもらってまして、その中でですね、新型タバコ問題について、まあ、網羅的に解説させていただいてますので、詳しくはこちらの本をぜひご覧ください。今本が売れる時代ではないんで、ほとんどこれ売れてないんですけれども、あの、こちらの方にですね、あの、タバコ問題、 をを理解してててももららうううためのの一式でですすすね書かせてもらってままぜひご覧いいければなというふうに思います日本においてですね新型タバコって呼んでいいようなものって実はたくさんあるんですよね。最近20年間を見てみてもガムタバコとか鍵タバコとかスヌースとか電子タバコとかカネ式タバコとかさまざまなタバコ製品が日本で新た,新たに売られてきています。 なんですけどじゃあその中でなぜ金式タバコが新型タバコ問題として重要なのかというふうに考えますとですね普及しているからなんですよねもう普及してしまったがゆえに問題が大きいってことですそれはあの紙巻きタバコも一緒です紙巻きタバコも喫煙率が0.1%なんであれば問題はほとんどないわけです もちろんその吸ってる人にとっては害が大きく出るというふうになりますけどもその人の人数が少ない十分に少ないっていうことにはなり得ると思うんですよね。なので普及したら問題だっていう観点はまあ理解していただきたいんですがそれを理解していただくための例としてはですね例えば銃の問題を考えてみてもらったらいいかなというふうに思います。日本にはそんなに銃が普及してないので 銃の問題全くないといとうわけじゃありませんあの安倍元首相,首相がですね銃撃されるっていうような事件があったりしました。なんですが日本よりもはるかに銃が普及してしまっているアメリカとかではです、ね、毎日のように銃撃事件が起きてるんですね普及してしまったっていうことはそれだけ問題が大きくなるということを示しているわけです。 日本の場合には加熱式タバコが非常に広く普及してしまったので加熱式タバコ問題について多くの人に理解してもらう必要がある段階にもうなっちゃってますよということなんですねで簡単に加熱式タバコの構造をお伝えしておきますと加熱式タバコはそのタバコの刃が入ったスティックをですねデバイスに差し込むとブレードとか筒 で加熱されてですねい体200度から400度ぐらいで加熱されてタバコ成分が含んだエアロゾルを吸い込むとでそれを吐き出すので固出炎っていうような形で固出炎は周りの人にもそのエアロゾルが吸い込ませるっていうようなことになって受動喫煙の害が発生すると加熱式タバコからも受動喫煙の害が発生しますよとで左側に挙げた紙巻きタバコと大きく違うのはですね紙巻 先端で約900度で燃焼してですね、副流炎が出ます。なので、加熱式タバコの場合には副流炎が出ないので、受動喫煙の量は減るというふうに考えられるんですけども、ここでとても注意しないといけないことがあるというふうに考えています。それどういうことかっていうとですね、現実の社会で起きていることに注目するべきですよということです。 もしですね、今までか巻きタバコの煙で黙々だった屋内が、カネ式きたばに切り替わったよっていうんであれば、確かに煙の量、エアロゾル有害性物質の量っていうのは、一定程度減ると思います。ゼロにはなりません。カネ式きたばからも受動喫煙、かなり発生するので。なんですけど、その現実の社会で起きていることっていうのは、 現状すでに紙巻タバコは吸わなくななくっていたような場所例えば子どもがいたり赤ちゃんがいるようなリビングとかですよねでは、まあ、多くの家庭ですでにもう紙巻きタバコそこでは吸わないっていうふうになってたのに加熱式タバコになった途端に加熱式タバコなら大丈夫だろうとかって言ってリビングで吸うようになると相対的にはですね そこで赤ちゃんとか子供が暴露する有害性物質の量っていうのは増えるわけなんですよね。なので現実社会ではそういったことが非常に多く起きてますから、今までと比べて有害性成分への暴露っていうのが相対的に増えるというふうに考えられますよっていうことが現実社会で起きていることなんですね。注意が必要です。金式タバコのシェアっていうのはですね、皆さんよく知らないかもしれませんが、 実は日本っていうのが断トツの一位でですね、2016年の10月時点ではですね、世界シェアの96%を日本が占めていました。もう96%っていうのはほぼ全てですから、日本が金式タバコの実験場になってるんですよということなんですね。その原因の一つとして、テレビの影響と。 メディアのの影響というものがありました。人気バラエティ番組の「アメトーーク」という番組でですね「最新芸人タバコ事情」っていうタイトルでアイコス派芸人の芸人がですねたくさん出てきて「我々はこんな理由でこんな風にアイコス使ってるんですよ」っていう風うに鑑式タバコについて紹介したような番組だったんですね。この番組を見て、タバコに、 気づいた知ったという人が非常にたくさんいます。その番組の前後で実際の慣式タバコの使用率っていうのも急増していってますしもちろんそれだけが理由ではないんですけれどもそれも大きな要因だったというふうに考えています。2015年時点には0.2%の人しか使ってなかったのに2019年以降ではですねもう日本人の10%を超える人たちが 金式タバコを使う時代になっているんですよということです。非常に多くの人が使っているので、もう問題は大きいんですよということですね。しかもですね、その当時、2017年当時のデータですけれども、やめる気のない喫煙者よりも、やめたいっていう思ってた喫煙者が、禁煙する代わりにですね、金式タバコを使うっていうようなことが多く起きていました。それは本当に大問題で、 現在ですね、金式タバコを使っている人ほど禁煙できなくなりますよっていうことを論文でも発表、どんどんさせてもらっているところなんですけれども、その、多くの人がですね、金式タバコなら吸ってても大丈夫だろうって勘違いして、で、結局のところどうなるかっていうとですね、金式タバコを使っている人のほとんどは、紙巻きタバコと併用するようになってしまったと。だとするとですね、今、 紙巻きタバコが吸いづらい世の中になってますから、紙巻きタバコが吸いにくい場所では、金式タバコを使ったりして、ニコチン依存症を維持するというようなことが起きてるんですよね。なので、加、まあ、金式タバコの登場によって、禁煙支援っていうのは難しくさせられているということです。世の中の人が、金式タバコについてどんなふうに考えてるかというふうに、 ということをですね、理解してもらうにはですね、アイコスのパンフレットの影響が大きかったということが分かっているんですけれども鐘式タバコのパンフレットにはですねマ巻タバコと比べて約90%有害性成分の量が少なかったですよということが提示されてですねこれがもうコンビニとかでですねもう何万部も配布されて多くの喫煙者がこれを見てですねあの タバコには害がないんですねっていうふうに勘違いしたんですね。これは有害性成分の量が本当に減るかはどうか別にしても有害性成分の量についてしかこれ言ってないんですよね。なんですけど病気になるリスクが減るというふうに世の中の人は勘違いした。実際に確かに。 タバコ特異的にトロソアミンっていった発がん性物質とか一酸化炭素っていうものは紙巻きタバコに比べて加熱式タバコでは少ないということは観察されていますが化学物質総量のタールっていうようなもので見るとそんなに減ってないんですよっていうことも分かっていますあるデータではですねむしろ加熱式タバコの方がタール総量は多いっていうような分析結果が出たりもしています ニコチン濃度で見るとですね、カ巻きタバコの場合と、カネ式タバコアイコスの場合で、グラフの形はほぼ一緒で、どちらのタバコでもニコチン依存症は維持されると。ただし、アイコスの方がややニコチン濃度低いんで、どういうことが起きるかっていうとですね、カ巻きタバコ吸っている人は、 だいたい30分から1時間ぐらいでニコチン濃度減ってきて吸いたい吸いたいってなって繰り返し吸うっていうのをやってると1日に20本ぐらい吸うっていうふうになるんですね。それがアイコスの場合はより早くに濃度下がりますからより早くに吸いたい吸いたいってなって加熱式タバコの場合の方が喫煙回数が増えるっていうような研究報告もすでに複数されています。 じゃあその加熱式タバコの害をどんなふうに考えれるのかというふうに考えた時にですね残念ながら長期間追跡したようなデータはないわけですけれども紙巻きタバコの喫煙本数の分析からですねもし有害性成分の量が一定程度減ったとしても害がそんなに減らないんですよっていうことを示した研究からですね加熱式タバコの害っていうのは 考えるるとと予測できるというふうふに考えられます大体の喫煙者は20本吸ってるって言いましたがこのグラフでですね縦軸は虚血性心疾患のリスクで1日20本吸ってると心筋梗塞などの虚血性心疾患になるリスクが1.8倍になると80%増えるとそれが1日5本の場合だとどうかというふうに見ますと有害性成分の量だけ考えると4分の1になってるかもしれないんですけれども。 じゃあ病気になるリスクが4分の1になるかっていうとですね半分にすら減っていないとほとんど減っていないと言ってもいいぐらいだと思いますしかもですねその喫煙っていうものの場合にはですね喫煙本数がほぼゼロまあ1日に0.2本ぐらいしか吸わないっていうような、まあ、受動喫煙に相当するような量の喫煙であってもですね優位に虚血性心疾患のリスクが増えるんですよと いうことが分かっているんですよねなのでこういったデータに基づいて喫煙の場合は喫煙本数を減らすんじゃなくて0本禁煙というふうにしましょうというふうにすることが推奨されているわけです。先ほどのデータは循環器疾患の リスクでしたけども、肺がんについても同じようなことが報告されていて、喫煙本数が非常に少ない、喫煙者でもかなりの肺がんリスクがあるんですよ。ということが分かっているわけです。なので、全てのデータを紹介できないので申し訳ないんですけども。もうどんどんですね。乾式タバコによる有害性の報告っていうのは論文としても出てきています。で、現時点においてもですね。カネシキ 現時点の情報を総合的に判断して、仮疾タバコによる吸っている本人への健康被害っていうのはですね、紙巻きタバコとほとんど変わらない,というのではないかというふうに考えています。こういうふうに考えているのがですね、あの僕だけじゃないんですよということを紹介したいと思いますけども、アメリカの FDA という専門機関のですね、専門家たちの意見としてですね、 これ3つ質問があるうちの一番下だけを見ますけども完全に加熱式タバコに切り替えればタバコ関連疾患のリスクを減らせるかという質問に対して9人の委員のうち1人は棄権してるんですが9人のうちの8人はノーと減らせないと加熱式タバコに切り替えてもタバコで病気になるリスクは減らせないんですよというふうに専門家は考えているわけです。 じゃあ我々実際的な問題としてですね新型たばこ加熱式たばこを吸っている人っていうのはもうすでに非常に多くいるわけですけれどもどんなふうに声をかけたらいいのかということにおいてですね、まあ、答えはないんですけれども吸っている理由というものがありますからそれによってまあどうしたらいいかというもののヒントは得られるというふうに考えますこれ4番とかですね7番 他の煙草よりも害が少ないと思ったからとか、らとバコの煙で他人に迷惑をかけるのを避けるためといった理由で鑑式タバコを吸ってるっていう人が非常に多くいるんですね。6割ぐらいいの方がそう答えています。なので多くの人は良かれと思って鑑式タバコを使っていると。なのでまあどんなふうに声をかけたらいいかっていう完璧な答えはもちろんないし全ての人に通用する同じ 答えっていうわけにはいかないんですけれどもみんな良かれと思って使っているというのが大半ですからまカネ式タバコもダメですよっていうふうに単純にダメと伝えるだけではダメだと思います良かれと思っていてくれる気持ちをですね尊重してまずは新型タバコを吸うようになった理由を尋ねることから 信頼関係を作ってですね、加熱式タバコについて、実際にはこんな害があると考えられるんですよってことを理解してもらうようにするといいかなというふうに思います。ただしですね、この8番、他のタバコが吸えない場所で吸うためっていうような感じの人も3割いてですね、加熱式タバコを都合よく吸っている人がいてですね、その場合には今までよりもタバコをやめにくい状況、 になっていいいるとううううふににに考えらら、れますす。かそういう人の場合には非常に注意が必要ですもう時間があまりありませんのでここからはですね少し抜粋させてもらって最新の新型タバコ研究は十分に紹介できなくて申し訳ないですけれども世の中でどんなことが起きているかということで一つ紹介させてもらいますと今ですね今まではですね 禁煙しようとした人の非常に多くの人は自力で禁煙しようとしてたんですけれどもそれが金式タバコが普及しだした後はですね自力で禁煙するって人が減って金式タバコとか電子タバコを使って禁煙しようとした,したんですよって人がですねもう全体の6割を超えているということでもう非常に多くの人が金式タバコ電子タバコを禁煙する代わりに手を出してしまっているというような世の中に今なってしまっています だとするとむしろ禁煙しにくくなるっていうことも考えられますので注意が必要です。でこのあとですねあのトークセッション等がありますのでそれに対応したデータということで職場でできるタバコ対策の話は一つしておきたいなというふうに思いますけれども、まあ、いろんなことできるというふうに思いますけれども就業時間内禁煙ルールというものを 昼休みも禁煙にするとか通勤時間も禁煙にするっていう形でですね進めてもらうのはありかなというふうに思っていますその研究成果を一つ紹介させてもらいますが今まではですね大体屋内禁煙ですよっていう場所ベースの禁煙っていうものが進められてきたんですけども時間ベースの禁煙という概念を、まあ、しっかり論文でも検証したということで この成果報告させていただきますけれども大阪大学の精神科の宮崎先生に頑張っていただいて論文出版させてもらったんですが対策、受動喫煙防止対策がない職場に比べてですねその就業時間内禁煙を進めている職場っていうのは買い巻きタバコの使用も加熱式タバコの使用も優位に減ってましたよと。 でその時に昼休みも含めて喫煙できませんっていうふうにするのが重要で昼休みは喫煙 OK ですよっていうふうにしちゃうとこれ統計学的に優位ってわけじゃないんですがむしろ鑑式タバコが増えていたということで今タバコをするっていう環境がどんどん減ってるんですけれども。 金式タバコなら吸いやすいっていうようなことに誘導してしまっているっていうような面もあってですね、そうならないようにですね、せっかく就業時間内禁煙っていうふうにするんであれば、通勤時間とか昼休みも含めて、もうずっと禁煙というような時間設定にしてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。この成果はですね、新聞等でもいろいろと報告していただきました。 金式タバコを使っていると禁煙しにくくなるんですよっていう研究成果もですね、今、これから続々と出てきますので、それをぜひ今後参考にしていただければなというふうに思います。いっぱい話ができなくて申し訳ないんですけれども、これ最後のスライドにしますけれども、結局のところ、どうすれば我々はいいのかと。大変皮肉なことにですね、金式タバコアイコスのパンフレットにこういうことが書かれています。これが、まあ、 我々の結局どうすればよいのかの答えでもあるっていうのが大変皮肉なことでここにある文字がですねちょっと薄くて読みにくいのはですね実際にパンフレットに書かれていたのがちょっと薄くて読みにくいからなんですけれども何て書かれているかっていいますと「加熱式タバコアイコスにリスクがないというわけではありませんと」とタバコ関連の健康リスクを軽減させる一番の方法は「 買い巻きタバコも金式タバコも両方やめることですって書いてると。これタバコ会社のパンフレットにこう書いてるっていうのはどういうことかっていうとですね、これ読んでもみんな吸ってるわけですよ。皆さん、あのリスクがあるって伝えたんですよって言ってるんですよね。訴えないでくださいね。やめた方がいいって言ってるのに吸ってるのはあなたですからねって言ってるわけです。 タバコ会社のこの姿勢っていうのは本当にひどいというふうに思いますあのここに書いてある通りですね全ての喫煙者がもう紙巻タバコも金式タバコも全部やめていってくれるということを期待して私の講演を終わらせていただきたいと思いますご清聴どうもありがとうございましたはいありがとうございました えと先ほどの講演の中では、まあ、あの喫煙によりましてあの感染症の方の,あの感染リスクがとか重症化リスクがまあ非常にまあ高くなる。 という,ふうなお話もまましたし、たあたあ、加熱式タバコについてはまあ普通なんとなくもう紙,紙巻きタバコよりもまあ健康被害が少ないのではないかなというふうに思っていた人がまあ多くいたのではないかと思うんですけれども、まあ、あの本日の講演の中で,です、ねまあ、あの有害成分の方がまあわ、えー、減,って減ってもです、ね、タバコ関連の失病リスクの方がですとかです、ね、ニコチン依存症の方がもうほとんどまあ解消されないと。 いうことが、まあ、分かって大変良かったんではないかというふうに思います。先生、田部先生、どうも本当ありがとうございました。えー、それでは、あの、ただいまの方の、えー、ご講演に関しまして、えー、質問の方がございましたら、QA の方を使って、えー、入力していただければと思います。 あと一つちょっとあの質問の方が来ていますので、ちょっとえっと禁煙手当の方を導入している企業の事例があれば教えてくださいということなんですけど、まあ先生が今までご相談とかありましたその経験の中でちょっと教えていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい、禁煙手当といったことをですね、うまくポジティブに進めるためにはですね、あの禁煙したら手当が出るっていうよりはですね。 タバコを吸わないっていうことをポジティブに捉えてタバコを吸っていないとお金がもらえるとインセンティブがあるというような制度をうまく導入できたらいいかと思います。それ まあ実際にそういうい企業もあってですねすいません、ちょっと今、企業の名前思い出せないんで申し訳ないんですけれども、いろんなその企業の取り組みとして、ネットで調べてみてもらったりとかしたら出てくるんじゃないかなという思いますので、ぜひですね、なんか給料をふ増,やす増やしていくっていう機会を使って、その時に同時にですね、禁煙も進めると。まあ、給料を増やすんだけど、その、タバコを吸ってないと、 より多く増やせますよというような形になると、まあ、禁煙がもっと進むかなというふうに思いますのでうまくあの禁煙手当というものをです、ね、あの組み込んでもらったらいいいいいなとと思まますすはい、ありがとうございます、えー、っと次の方で、えー、っと職場対策の方の資料をちょっともう一度見せていただければというふうなちょっとご要望があるんですけども先生、大丈夫でしょうか。 スライドをもう一回映したらってことですね、はい、すみません、これですかね、あ職場対策だから、これかな、あの、はいあの、全部説明しなかったんで、申し訳ないんですけども、タバコを吸ったらですね、45分間はエレベーターに乗れないルールを適用しているような自治体があったりとかですね、企業があったりとか。 タバコを吸ったら1時間は来社できないルールにしている企業もありますし、まあ、喫煙者は雇用しないルールというのも、あのまあ、社員の禁煙支援とセットにするべきだというふうには思いますけれども、あります。で実際こういったことをですね、我々の,あのタバコ対策推進しているグループには、 弁護士さんとか法律の専門家もいまして、そういった方にちゃんと話を聞いたところ、まあ、こういった対策全部ですね、あの法律上は全く問題ないと。いろんな企業でこういった対策をちゃんと進めてもらって違法っていうことは全くないので、あのうまく、まあ、もちろんですね、無理やり進めるっていうふうになると、うまくいかない面はどこ何においてもあると思いますけども、うまくその喫煙者っていうのはその、 ほとんどの喫煙者がですねやっぱり10代とかあまり知識がない段階で吸い始めるってことになってある意味吸わされていてニコチン依存症といったようなやめにくい状況にまあさせられているんですね。その辺の詳しい話今日できませんけどもタバコ会社っていうのは巧妙にそういったことを仕組んで多くの喫煙者をそういうふうに。 ニコチン依存症にしてやめにくくするっていうふうに陥れてますから多くの喫煙者の人はやめたいって思ってるんですよね、まあ、ほとんどの喫煙者はやめたいと思ってるなので、まあ、そういった喫煙者がやめやすくするルールを、まあ、人を大切にするっていう視点でですね全ての会社で導入していくっていうのは非常に重要なことかなというふうに思ってますのでうまくこういったルールをですね、まあ、段階的にですね組み込んでいってもらったら タバコ対策がどんどん進んん進で、タバコ吸う人が減っていくというふうにできると思いますので、まあ、この辺の職場でできるタバコ対策を段階的にですねあの取り組んでいってもらったらいいなというふうに思いますはいありがとうございましたえっ、ー、とそれでは次の方の質問なんですけれども、えー、今日先生のほうが教えていただいたことがすべて本当であれば、まあ、法律で まあ、喫煙が禁止になるべきだと思うんですけど、それはならないのはなぜでしょうかというふうな質問なんですけど、またあのちょっと合わせて、今後、新型タバコの方の規制がですね今後どうなっていくのかっていうのも、ちょっと合わせながらちょっと教えていただければと思うので、よろしくお願いいたしまますす、はい、ありがとうございますあのそれこそ法律で禁止にならないのはなぜですかっていうのは、ですねもう誰もが一度は思うはずのことなんですよね。で 我々ももちろんできることならそうしたい。法律でもうタバコは禁止だとしたいと思います。なんですけど、そもそも1950年代にタバコの害があると分かったとき、その時点で禁止できなかったわけなんですね。もう我々みんな生まれる前です。もう我々生まれる前の段階であまりにもタバコの利権、タバコのお金とかタバコの 力っていうのが大きすぎて、その時に禁止できなかった本当は禁止されて叱るべきなんですよなんですけどその特別扱いがずっと続いてきていて日本の場合はタバコ事業法っていうタバコだけが特別ですよっていう法律がまだある少なくとも日本ではそれを開廃して タバコっていうのが特別扱いしないものなんですよっていうふうにできるようにしないといけないと思いますし、法律をそういうふうに変えていくっていうためには皆さんの賛同、世論とかそういったことも必要ですということになります。で、新型タバコについては、その情報がまだまだ少ないっていうふうに思われるところから我々しっかり研究もしていきますけれども、そういった成果をしっかり伝えてもうすでにこんなに分かったんだと。 もうこんんなうに考えられるんだっていうふうに多くの人が思ってくれて初めてじゃあ法律とか対策上もこうしたらいいんじゃないかっていうふうな話に進んでいくというふうに考えられますので多くの人が新型タバコ問題について自分の問題だと実際にですね周りで吸ってる人たくさんいるわけですよでその煙も知らず知らずのうちに吸い込まされたりしているわけですなので自分たちの問題だっていうふうに思ってもらって 法律とかで、法律とかを改善していけるように世論を高めていけたらなというふうに思うわけです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっと、まだちょっと何問か質問があるんですけれども、ちょっと時間の方の都合で、えー、っと今あ、また最後の方にちょっと時間の方が余りましたら、またそちらの方で回答させていただければというふうに思います。え、それでは、あの、先生どうもありがとうございました。